捕獲問わーなんで笑ったの今いやエンソー演奏さんがあげてくれた写真が <laughs>、うん、あのー、目つぶってるなーと思っては, <laughs> はい皆さんこんばんは本日も捕獲問わーずの時間がやってまいりました、はい、沖縄市議会議員の中曽根誠でございますよろしくお願いしますそしてハイサイグスイオーチューガナビラクワエナオヤビン今週もいたさるぐトゥウニゲーサビラ はい進行は FM 小田の山内とそしてアシスタント上条美希です。よろしくお願いします。スタートから三人揃うのって本当に久しぶりですね。え先週も揃ってましたよ。いや遅れて来てますね。私遅れたわすいません。いやあなただけじゃないですね。マコトもねごめんなさい。そうですか違うぞ。違うよ。誰か。クワイさんですよ。無駄に謝らないで。そうですよ。はいこの山内が。 なんか謝り癖ついてますね。謝り癖。謝り癖。謝り癖。やめてくださいね。すみません。はい。さあ、本当に久々、スタートから揃った。だから、なおやさんのユタシャルグッドゲーサビラ聞くのも久しぶりなんですよね。はい。ええ。めったに聞けないね。めったに聞けないんですよ。そうか。じゃあ、だ大切にしようね、それね。 おお、あの、ちょっと、あれだよ、呼んでよ、この理由は。なんか、一分販売に。遠回しの嫌味です。褒められてるのかな。あ、違います。そこは敏感になってください。一般販売。あの、放送開始一分販売じゃないですよ。一分半売に来たのに、なんか両手あげて。間に合ったって。 行ってましたねふざけてるねなんだろうと思ってねちょっとだけイラッとしましたそうかちょっとだけねなんかあれだねいいチームワークだねなんかこう直江さんね今日肩の荷が降りた感じのテンションなんですよ本当だいやいやそうじゃないよもう疲れ切ってるあ逆に逆に疲れ切ってますなるほどねはい。 さあ、えー、この番組、捕獲問わずはですね、<あ>保守系議員、中曽根誠さん、そして革新系議員、桑名直也さんによる保守革新を超えて沖縄市をもっと良くしていこうという、えー、趣旨のもと行われている、放送されている、えー、政治的トークバラエティ番組でございます。はい え皆さんもぜひご参加してください。よろしくお願いします。ますメール、ツイキャス、はい、コメントをお待ちしております。メールアドレス、七六 <laughs> タイミング <laughs> だから七六一アットマーク fm 小沢ドット jp までお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さて、千股では、はいえー、森友学園の話がはいはい、うん、はいはい。はい。こ、え、れ、ーね、すごいね、あのよくわからないけど。

よくわかんないですね、本当に。ちょっとシンプルにまとめてほしいなと思ってんだけどね。まあ、ただ、ね、はい、大変なんでしょうね。麻生さん、やめたんですか。いや、いや、いや。ああ、まだやられて。麻生さんはもう、はい。麻生さんが悪いんですか。ま大臣が責任云々の話までは、いかないっていう見解らしくて。ああ、そうなんだ。まあ、でも、これからね、そう、今捜査中でしょだから、そ、それ次第では、いろいろ可能性は。 出てくるんじゃないですか。なるほど。このな。安倍総理の。夫人は出てこないんですかね、国会には。どうなんですかね。ね、ね、僕も実はあまり分からなくて、ちょっと前振りとして。振ったら、あの食いつきがよくてですね。はい、びっくりして。はい、そうですね。ええ、まあ、巷だよね、そういう話題が。なるほど。すごい話題ですけども。 初めて知りましたはいミキちゃんはね世間ずれしてますからすみませんいいですよミキはいつも新発見が多いから幸せだね毎日新発見ですねこの沖縄市ではもっぱら市長選の話題が持ちきりでございますそこにつげたかったそこにつなげたかったなるほどどこ行っても市長選の話どこ行っても今やもう市長選の話あ、そうなのそうですそうかですよ 注目とナンバーワンですよ。そうか。そうです。県内でですか。はい。へう。すごいよね。すごいです。そうか。どこ行っても。どこ行っても。くわえさん、諸見里さんという。単語が行き交っております。え、どこのくわえさんですか。どっちのくわえさんですか。ああ、どう、どうしよう。あ。お、俺。ほら、今、くわえ市長もくわえじゃないですか。ああ。私もくわえみたいな。 うん、そうだね <laughs> 厳しくなってきました <laughs> <laughs> どう収めるんでしょうか <laughs> <ー> <laughs> さあ、えー、今日もですねとりあえず番組の前半、えー、そんな沖縄市長選の話をして、えー、後半はですね <coughs> いろいろと、えー、取り揃えておりますので皆さん是非是非お楽しみにしていてくださいよろしくお願いしますそれでは捕獲問わずこの後7時まで生放送でお送りします一旦 CM です さんのことですか。いやいやいや、市長のことですね。ああ。まあだから疲れてますね、本当にね。そうそう。目がもう。なんで？なんで疲れてる？そうね。家庭の環境。うん、それはわかるけど。それは仕方ないですね。すごいな、結構見ているのにコメントが来ない。珍しいな。もうなんか申し訳ないです。市長選挙に興味がないみたいな。興味ないのかな。 森友学園ってあのー、裏口入学の話ででですかいいややしょだから結局美樹、うん、ちゃんごめんあの旗さ、はい、誠さんのあれにかぶってるから、はい、わざとかぶせたんだで,ですか祭りになってますよ顔がはいまあある幼稚園でこの幼稚園の小学校を作ろうとした時にある幼稚園が小学校まで作るということで 作ろうとしたときに土地が8億円ぐらいでしたっけ、うん、あ ?10 億円ぐらいする土地があって<お>そこを買うとたのあ 9, 9億円ぐらいだったかな <laughs>、まあ、忘れたけど<ー>大体10億円弱ぐらいの土地を、まあ、ほぼ無償の状態で買うことができたわけある小学校を作るときにねそこにいろいろ疑惑があると。<ー>うん、で安安倍倍首相かわいい 心臓小学校でやろうって言ってたぐらいのつまり支持者に対してそういうふうに便宜を図るそうしますかっていうのがいいのかっていうっとあそれで責任を負われた人が死んじゃったんですかそうみたいですね恐ろしい,いんんんんそんなに難しく考えなくてもいいのになんで遠藤さんこれ取った時うんって言ってたけどミキ目つぶってるのよ遠藤 <laughs> <laughs> は さて、お送りしております。捕獲問わずでございます。今日は3月12日月曜日ですよ。さて、さて、えー、っと、さあ、沖縄市、冒頭でも言いましたが、沖縄市では、えー、今、市長選が暑いということでですね、これは4月22日投開票でございます。うん、はい。えっとですね、現職の桑江社長さんはいち早くこの。 出馬表明っていうんですかしましてで事務所開きがえっと先週金曜日ですかね先週の金曜日行われてどうでしたか真さん事務所開きはいあのたくさんの方がですね沖縄市内の方もですし近隣市町村もそうなんですけどいらっしゃっていただいてはいはいはい盛大に盛大に燃えておりましたよあのあそこですよねキャンパスの近くのそうそうあっち 山里山里,山里サンサロンのところん、ね、山里サンサロンのところ、うん、目立つとこですね、うん、ローソン前はリサイクルショップでップその前ローソンだったところ結構大きいとこですね、うん、はいそこに事務所開きして、はいえー、まあまあまあ盛り上げているという感じですが、はいえー、一方で大抗馬でございます諸見里さんも出馬表明 これは,は土曜日されてますね土曜日ですねはい二、はい、日前ですか十日ですねはいで会見もしたということですねそうですね、はいえー、産業交流センターだった<と>、はい、そうですそうです、うん、これまで市議を務めてきて <laughs> 現姿勢で後回しにされている課題がいくつもある特に待機児童の問題に取り組みたいと意気込んだと記事では伝えておりますほう、うん、はい。まあ、はいそうですねはい えーっとですね、なおさん、この諸見里さん、うん、どうですか。そうですね、あのー、まあ、先週もね、はい、実はこの話題あったんですけども、ちょうど。先週の月曜日。先週早く帰りましたね。そうですね、ちょっと10分前ぐらいに出たと思うんですけども、うん、終わるんですね。実は、その7時から会議があって、うん、で、まあ本人から。まあ、その、私たちが日曜日にですね。はい。 出しにしたんですね。まあ、ぜひ出てくださいっていう。あのラジオの前日ですね。はい、来週の。はい。ですぐ水曜、もう月曜日には。はい。あの、もう。お話をしたいということで、まあ、私たちも呼ばれてですね。はい。まあ、一応、受諾の。はい。石を、まあ、確認したということ。うん。だから、本当にまだ一週間ぐらいしか経ってないんですよ。本人が決意してから。はい、はい、はい。だから、まあ、本当に。 てんてこなんですねそ,その後からすぐじゃあ事務所どうするとかもうだからそんな感じだから大変なんですねだから俺もう疲れきってますよねはいはい <laughs> 直哉さんはそのまあこの陣営の中ではどんな立場なんですかまあそうですね、うん、まあ戦隊なんとかとか,つくんですかそうすかまあなんでしょうねまあこれ言えないの <laughs> まだ決まってないわけあ決まってないのそう まだ決まってないでも事務局を担うタイプ家ですね中心になると思います中心になるすごいね僕はあれですよ嘘つけネット対策とかでしょうネット対策は別の人かつかんつかんっていうかあまり面白くない選挙やってる感がしないんですよねあ〜前の市長選挙の時とかやったんですけど まあ、あ、もう、それはやらないと。まあ、はい、あ、やってますけどね。<の> <laughs> どっちなんですか。いやいや、あの、ちゃんと決まってないんですけど、うん、やっぱり。いろいろいじ。触れる部分は触ってますが。うんうん、でも、気持ち的には。選対法務長。それぐらいかな。<ー>やる気だとし、やる気としてはね。言いますね。はい。選対法務長。 選対本部長。<laughs> いっぱいいますからね。そういう。選対本部長で結構いっぱいいたりする。まあ、ま <laughs> <laughs> あ、まあ、まあ、まあ。まあ、そう、それをする人がいっぱいいますんで、僕は、まだまだ下っ端で頑張ります。うん、はい。はい。もう、この時期って、どんな作戦で行こうとかっていうのは決めてるんですか。うん、えー、っと、まだ具体的には。決まっ。 程度のかなどんなかね、もちろん、どう、えーな、なんて言えばいいのかな、スケジュールとかは、これかは今あの、ある程度、いつ何やるっていうのはある程度決まってて、はい、細かいのは今からどんどん入れ込んでいく形になりますね。はははい、はいい、うん、<coughs> なるほど、なんかあれとかね、例えば総決起大会とかあるいそういうのはある程度、この日っていうのは決まってるんですけど、うん、いつですか 覚えてない。資料に載ってるんですけど。なんかあれですよね。なんか静かにバチバチしてます。そんなことないです。うですか。なんか人ごと考えてますね。人ごと感なんですかこれ。いやあのあんまり細かい話はまだです。そうなんです。そうですね。あの自民党のこのスターさんたちは来るんですか。どうですかね。 それもまだないでしょ本当にまだ全然決まってないですね小泉さんとかだからね来たらいゃけどねない国会議員は多分絶対誰かは来るんでしょうけど、うんまあ、別にね安倍総理とか来るあ会ってみたいね <laughs> <laughs> 安倍総理 <laughs> 来ます総理,は総理はあんまりやらないんじゃないこんなの、うん、来たら来たら森友っていうけど 僕は言わないうってんだーって2人とも疲れてますね。 今日ね、く、あの、中曽根さんね、ほっぺたにね、あの、ねぞ、ねぞの跡がいっぱいついて。さっきさ、うつ伏せでちょっと仮眠取ったからさ、なんか、片ついたんですよ。もうずっと放送中、こっち伸ばすって言ったから。ほっぺた引っ張ってるんですよ。なんか、お疲れモードですね。しょうがないですよね。本格的な、選挙に入っていきますから、あと、ええ、一か月ちょいぐらいですもんね。そうなんですよ。もう、大変ですよね。はい。 まあそんな感じですが、うん、えっと桑江さんのこの諸見里さん陣営はやっぱり大長さんとかも来るんですか、うん、市長あ知事いや、もう本当にね、うん、何も決まってないですよ何も決まってないあ何も決まってないというのは本当に、うん、やっと今事務所作ろうかって話をしてるやっと借りたぐらいの勢いでしかないのでだから、もうかなり大変ですね。大変、うん、だからその、うん 誰呼ぶとかの段階ではないんですね。うん、一応事務所開きがですね、この来る金曜日に予定されてます。金曜日にどちらなんですか<あ>ちなみに？場所はですね、この三百三十五千沿いの、うん、この金比で小沢十字路店あるんですけど、まあこのその前ですね。えみよさんの近く？みよさんの近くというか、あの前デニーさんが衆議院議員で使ってた事務所ではあるんですけども、あの 金城勤さん勤県議の2県隣ぐらいかなかそれぐらいですはいはい、はい、あちらも目立ついい場所ですね。はい、そうですねこれからまあどのようになっていくのか注目なんですけどもちょっとね先に行われた石垣市長選では星系が勝ちました <laughs> そうみたいですね、うん、これでなんか星に追い風が吹いている気がするんですが。 名護市長線から、うん、どうですかこのあたり。まこ、あ、ちさんおいか、はい、あ、まあ、僕としてはやっぱりあの何でしょうかあのかつてのオール沖縄の勢いが、うん、やっぱりなくなってきているのは感じますし、うん、でまあ前々からねラジオで言っているようにまあ基地問題だけでは。はい まあそれだけが沖縄の問題じゃないのでやっぱり経済政策とかそういった子育てもそうですけど、うん、そういったものをしっかり打ち出せる候補を選ぶようになってるんじゃないかなと感じてますそういう意味ではやはり保守がね得意とする分野ではありますので、うん、<に>まあ現職があれなんですかね、うん、有利になっていくっていうことかな。うん、石垣も現職が <coughs> 当選してますよね、うん、そうですねまあ現職有利というか、うん、まあ石垣に関しては特に保守が今回分裂してますから大丈夫かなっては思ったんですけどうん、うん、で合わせて、まあ、自衛隊の配備問題もあるさね、うん、石垣はその辺も現実的な対応を市民の方々が選択したんじゃないかなと。なんかあれですよね革新系の知事になったら一回そこに り戻されますよねんか逆になったら逆になるみたいなのがあるんだよねんかバランスみたいなのがあるありますよねんかね最近ねえっと直江さんいかがですかこの直江さんにとって悪い流れ悪い流れじゃないですかまあそうですね石垣市長選挙はまあかなりね最初から厳しいっていうのは聞いてましたのでまあうんまあ まあこんんななもんかなという <laughs> どうですかオール沖縄が最近このかつての勢いがなくなったっていうのは、うん、なんとなく感じてるとこだとは。まあ、や,やっぱこの名護市長選挙は、うん、やっぱりかなり痛手だったとは思いますよ。ただ、まあ、だからといってね、うん、まあ今あの沖縄市長選挙は、まあ、加え現市長の、うん、2>, まあ2期目でもありますし、はい、やはり、まあ、私たちは挑戦者ですので、うん、やはりこの。 挑戦者で、まあ、やはり強いという相手は強いという意識はありますので立ち向かう上では、まあうん、この他の情勢は、うん、関係なくずっと大変だなというのはなるほど、あのー、<coughs> 今回辺野古を争点にするんですか辺野古を争点にする全くこの触らないわけではないんですけども、うんまあ、もちろん、あのー その候補者のね、うん、まだ立場的にそういうあのまあ元々そういう反対の人ではあるので、うん、そういう立場ではあるんですが、うん、それをだからこの選挙でど、はい、どれぐらいまああの打ち上げていくかっていうのはまだこのその段階ではないですね。今から？だからいやまあつまりまだ政策もこれからなので、うんうん、まあ今から。 どういうふうな出し方をするかはまだ決まってない状況です。ミキちゃんはこの例えば市町選があるじゃないですか。そこで興味があることって何ですか。沖縄市で興味があること？そう。例えばどういうことをこう話し合ってほしいというか。まあ争点というか。そうそうそう。 っってますよ困ってまますすよよもうだって今全部話がふわっとしてるからよく分から <laughs> <laughs>、ねま、ないねだからあの多分これからなんですよ、うん、あのやっとみんな揃ってきたと、うん、出る人が決まりました、うん、これからこ,これから決まるってなって、うん、ミキたちがじゃあこれを話してほしいとか言ったとしても、うん、え間に合わないんじゃないっていう感じします <laughs> 間に合うよそうなの全然今から決めていくはずだからあんまりこっちには届かない感じがしますけどまあでも制作公約はね今から今から今からどんどん出てくるんですけど僕も入れてほしいの何個かあるんでああそれをねじ込むはいねじ込む何をねじ込むんですか それはまだ秘密です。三つぐらいちょっとあ三つぐらいもねじ込んでこれやってって話してあるんで。なるほさんもあるんですか？そういうのいやあのうんまああれありますよもちろん。はいはいはい。ネジ込んでそうそうネジ込んでます。はい。はっきり悪いっすよね。いやなんか違和感があこの制作とかそこまであの。 正直ね、うん、事務所作りがまだできてないからねまあ今事務所を作ってる段階なんでんまあ俺としては制作どころじゃねえみたいなああそうなんだいやいやだからまず事務所開きできんのかなぐらいの。 今特韓工事やってるから、なのであの自分でやりたいのとかあるさね、そういうのまあそうそうもちろんね、入れていかんといけなと思います。この市長の力でしかできない、まあ市議では難しい部分があるじゃないですか。そういったものを僕はちょっとお願いしてる感じですよ。それって今まであのこの今までかけてきたものをまたやるっていう感じなんですか？ 今回のみだけじゃなくて、うん、市長の場合加井市長の場合中曽根さんが提示することって、うん、あ例えばなんていうのかな国とかとも話し,しないと進まないレベルの話とかあるさあ<ー>そういうのって一、はい、市議が声を上げても<ー>市がそこに行かないと方向性として<ー>なかなか動かないさね、はい、そういうのを 考えてますそうなんですねうクワイさんはもちろんこのクワイビジョンをまあ継続しながらということになるんですよね、うんはい、で新たなあれを入れていくっていう感じですかねうん、うん、はい。今回違い出ますかねえっとや出るんじゃないですか出るかななんか大きく違わない、うん、また開けたらみたいなのになったら嫌だなってっまあ ねさっき諸、あ、見、のーうん、里さんの出馬表明の話にもあったんですけど、うん、やっぱり小林市長はずっと待機児童問題やってきてるしその上でまた次も力を入れていきたいという話は市長の方も出馬表明でされてますんで、はい、だそういう意味では子育てとか教育に関してはそんなに差が出,る、うん、出ないのかなという気はしますね。あとはだから例えば経済振興まちづくりに関して、うん まあいろいろ大きなプロジェクトが330の克服とかも含めてある中でまあだどっちが実際にできるのかとかそういう感じじゃないだからある意味では難しい選挙になる気はしますねこ選択する市民としては、ねうん。だからなるべくこの番組でも分かりやすく、うん、その争点とかっていうのを提示していきたいなと思ってはいます。例えばその アリーナとかね<ー>そういったのだと分かりやすいかなとか、うん、そういった多分それも出てきますよね制作の中でそうですね、うん、アリーナから、まあ、サーキットもあるし、うん、サーキットもあるの東部海浜の埋め立てもあるし東海浜も進んでますけどねだからそういうところで違いは出てくるのかなと。うん、なるほど まあそんな感じでえともちろんこっちでもねえ番組でも追いかけていきたいんですが大塚健治さん「市長選え政策討論小座でやってほしいです」って来てますが実は今え検討中でございます企画中です2人とも前向きなのでこれは実現しそうですね2人って僕と古屋さんで、うん、そうですそう、はい、まだ測ってないみたいなでもほら何、ま、かの時は、うん ちょっと厳しいぞってなったじゃないですかあれなんだっけだっ知事選知事選じゃなくてあれ衆院選だ衆院あ衆議院選はもう日程も詰まってて<ー><ー>そうそう最初からねお一人ずつはひ 呼びましたよねまあ確かに2人同時っていうのはもちろんできなかったんですけどまあでも選挙区も広いからねなかなか日程つかめづらかったまあでも市長選挙はねできるんじゃないですかしないですしあのね多くの皆さんがやりやすいですか関心持ってますしねるの4月の1日ぐらいどんなかなとえっプリルフォールだいいねじゃあ調整してもらっても大丈夫ですかさん その線で8ぐらいにやったら8でも大丈夫かなあのうは幸せの日だ2週間前ならさ投票日の日程取れるかなと思って工事はいつなんですか1週間前15お誕生日だ誕生日どの右の誕生日パーティーになるかもしれないそうですねまあ1日で やりたいと。あいやまだ全然僕もあの話はしてないんですけど。その辺でどんなかなっていうのは後で我々で話しましょうね。だから話し変えた方がいいかと思います。いや今今やってもあれだし。ほらほら一人ずつ読んで聞いたりしたじゃないですか一時間ぐらい。ああいうのはもうやらないですぐやった方がいいってことか。あれはやらないでもいいじゃないですか。やだから二十六読んで二日読んで九 あ8ぐらいかなっていう、まあ、か考えてはいたんですけど結局話するのがね<や>同じ内容になるからね、うん、まあいいか1日で、うん、8でもいいけどさだからこの日程がどんだけ入ってくるかなんですよね、うん、だから先にね押さえときたいなっていういやだからで市民もあるさねそうだねじゃあ1日がいいね、うん 8時ぐらいからも CM 始まるよね、多分ね。8時から始まる。1日にしましょうか。がいい気がするな。本土の方は CM って分からないと思うんですが、沖縄ではお墓参りがありますね、4月、は5月の前半は。これもガチ討論でも大丈夫ですかおお、いいんじゃないですか。うん。もちろん、だから僕らも一緒にそそそそううううもちろんです自分らもはいはい。 でだから2対2とかあるいは3対3とかああ,ああれあああ候補者がしゃべるんじゃなくてあもちろん候補者もしゃべるんですけど、うん、まあ僕らがまあ支持する議員としてそうそうフォローしたり突っ込んだりっていう、うん、っていうのもいいのかなと思ってだからその辺のこ、ま、細かい話はでしようってまあそういうのも含めてやろう,とうで,うであいいかっこいいですね だからいいんじゃないかなと思ってなかなかね最近見られないあれなのでうじゃあもう大ホールぐらい借りてだね制限時間とかねあんまり気にせずにいきたいなとえはいメール来ております北のりしさんこんにちはみきさんどっちの桑江さんにお答えしますえ捕獲問わずの桑江さんが出馬した際は中曽根さんが 対抗馬になります。そんな沖縄市長選が見てみたい願望。そうですよね。もうこれは番組開始当初から僕は見てみたい。うん。見てみたい。なるほど。あれでございます。どっちもふざけてるけど、大丈夫かね。さすがにふざけないんじゃない。ってみれば、みんなふざけてるじゃないですか。私はふざけてないですあ、そうですね。俺はいつも本気だよ。 この手のひら返し怖いよね。ね。そうそうだよね。そう。だから見てみたいですね本当に。どうなるのか。誹謗中傷合戦だけはやめてください。そうですよ。なんかねいろんな政策とかも。そうだけどなんかねあの投票する時ってね人柄も見るから。そうですよね。そうよね。そうだと思います。どんな人かなって。うん。はい。 というう感じで <laughs> そうでそす人柄も見ますからね。うんえー、4月22日投開票でございます沖縄市長選。まああのー、やっぱねその市長選まではずっとこの話題はやっぱ触れていきたいなと思っておりますので、うん、皆さんぜひ、えー、と聞いてね情報収集よろしくお願いしますそれではでは CM す。 ちゃんあれしうかいつもの感じでやるのかなと思ったけどうんあだからさっき話したのはただ思いつきなのであとでまた話しながら詰めようってこといやいや別に俺は前例は別に踏襲しなくていいからうんだからやっぱ大きなしらしあれにしましょういいね自由などっか借りてよバです あマジでもうこれあれだよ。ん m へんこざの一心をかけて石をかけます。え m んこプレゼンス。まあ、でも共産さんもらって。いやでもね、なんか安い。あそうなの、うん、あ単独でる。単独でも全然余裕。言うね。<laughs> ただ、ノウハウがわからないから教えてくださいね。いや、逆にほら。 さあお送りしておりますおかくとワーズでございます、はい、ちょっとコメントが来ているので紹介しますけいじゃふささん候補が出演するときにポスターとか上りとか選挙違反は絶対ありませんと宣言させてくださいとのことですほう、はい、いいですねあのー、大事だと思いますよ大きなしぐらいだからね今やってるのね ええポスターとか登りってダメなんですか？ダメですよ。そうなんだ。本当は。ええこれ示し合わせてだから。どっかでやってましたよね。名古屋でしたっけ？うんうん。どんなですかね。今回。僕も提案しますんで。もしかして発注してます？あもう発注済みですか？いやでもさこれあの僕市議選の時市議選に向けての。 はやらないどこうねっていう話は。ある程度他の議員にしてるんです。はいはいはい。考えたら市長選挙もあるしね。<うん S 2> 市長選挙からやらないで雰囲気作った方がいいんじゃない。<うん S 2> 市議なんていっぱい出るから。そこ調整するよりは市長選挙の時点でもうやらんどこうぜ。はい、それを恒例にしてるかね。<うん S 1> 流れに。<laughs> <laughs> <人>一言も喋らない。<laughs> 一言も喋らない。一言も喋らない。いやいや。実際もう立ってるし。 ん事務所前をいっぱいっはいいけど <laughs>、うん、あの乱立するさも道沿いとか、うん、この国道のフェンスとかそういう、まあ、数字もそうですけどね個人宅とかだったらまだ分かるけどさ、うん、応援してる人たちの、うん、もう選挙の時って関係なくなるさね、うん、それはもう本当に沖縄市ぐらいだから今残ってるの。 ねうん、だから他の市町村から見たら沖縄市まだやってんのみたいな感じもあるのでやっぱ僕らがこれは率先して止めた方がいいんじゃないかなと思いますよ。<laughs> いや素晴らしいこと言ってるのになんで何も言わないんですか <laughs> 大丈夫だからね。ちゃんてください。このあれなんですか？選挙の基地の前だったら建てても大丈夫なんですか？あの、そうですね。あの、例えば JF.M 小が建てようと思っても大丈夫だわけ。F.M 小座の建物とかに。はいはいはい。要は公共物に建てたらダメなんですよ。ああ、そういうことか。公共物がダメ。はい。うん。じゃあここで言うとガードレールとか、そう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 。電柱とかも でも横断幕いっぱい張ってるさ桑井社長さんそれはあなたたちも今から張るでしょあれは事務所開きの案内さん事務所開きで本来はねそういうのもよろしくないのでまあ何ていうのかなこのお知らせの上りはまあどうしてもね必要になってくるはずだから事務所開きのとかそういう起大会とかそうそうそうそれは ちょっとと置いといて、うん、少なくとも上りとかポスターとかは、うん、あれじゃない、うん、話はできるんじゃないできなさそうですよだからそちらがそちらがやってきたら僕らもやらざるを得なくなるんで僕は,僕は残念ですが <laughs> <laughs> いや僕は今判断できる立場ではないのでだから呼びかけしたらいいじゃないですか あっちもこうするって言ってるからうちもそうしましょうっていう提案はできる3年、ね。へえそれはまたあれじゃないですか打ってきたら打ち返すみたいのでダメじゃないですかいやだからどうしてもそうなるわけだってあっちだけ上り出てたらみんな「こっちはやる気あるの?」って聞かれたりもするすい,いんですよからだから示し合わせてやっぱりお互いやろうねって、うん、なんていうの ルール作りじゃないですか試合のボクシングで言えばそんな感じをやりたいって言ってるけどナヤさんが何にも言わないっていあのどうなるのかなって見てるんですはいはいなるほどね FM 小座の前に貼ればいいじゃないですかねえ2つ貼る2つ上りやるってことはいああ面白いねそれだってそうじゃないと もうこの曲何かなって言われますけど <laughs> <laughs> 新しいねそれ、うん、はい。松、え、井、ーま、さんから来てます、えー、支持者が上りを出したり間違いが起きる可能性があるのでこれは無理だと思いますある程度の寛容な部分も作る必要があると思いますって来てますよあ支持者の人が作ったりもするんですかああなるほどねいやだから出さなければいいさね<ー>あの要は事務所から 支持者はだから別に自分の自宅にやるのはいいんですよねだけど自分から作ってやることはないはずなの一般的にはだから事務所でそれはコントロールできるからああそっか自分で上り作るとかは普通はやらないないんじゃないまあいたらそれはそれでもう素晴らしいことですけどね過去にそういう人いたけどあそうな手作りでねやる人がいたへえ ね、まあでもそれはそれでこちらでは、ね、コントロールできませんからねそれはしょうがないと思いますけどす、ね、こちらあそちらでコントロールできるのはやっていくっていうあれですねがいいんじゃないかな、うん、はい、えー、どうでしょうか多分やらないでも結構上りっってやっぱ 景観も損ねるし交通安全上も良くなないんんでですすよそうね実際、過去に事故があったりましたからへ<ー>、うん、上りで見えなくてからさうんだから、うん、これはちょっと、ね、考えていかないといけないと思います、ねうん、なんか上りとかポスターは分からん盛り上がってるなって感じでいいと思ってたんですけど、うん、なんかあれありますよね市長選の時に見たんですけど浦添の。うん めっちゃ文句書いた紙とか、あ,<ー>あのー、全体が見渡せる場所に貼。貼る人いますよね。うんうん、朝方4時ぐらいに来て、<coughs> ビラを貼ってる人を見たんですよ。うん、そういうのも出てくるからね、<ー>そういう一対一の選挙になったら、うん。結構名護の時はひどかったんですか。名護は。どうですかね。あのー。聞いたけど。そうだね。うん、結構。なんか。ね。 報酬側がいっぱい出してたんでしょ。っていう噂は聞いてるけど、俺は見てないけどね。さあえっとですね島風琉球防衛局さん監視委員って書いてあるですよすごいですね。あら加え議員ってきてます。あ僕です。あら何の人？ねいやわかんない。わかんない。ごめんなさい。監視されてますね。はい加え 関心いいで、ね、琉球防衛局さんですね。なるほど。はい、えー。もしご意見あればぜひ、はいえー、コメントしてください。よろしくお願いします。はい。さあ、えー、市長選からちょっと話題変えてですね、うんえー。今日はこの記事からお伝えしたいと思います。沖縄タイムス3月9日、先週の金曜日ですね、うんえー。出ておりました。出ておりました。うんえー、沖縄市給食また異物。うん。うん。 たわし切れ端、児童を吐き出すということですよ。沖縄市リアの給食センター第一調理場が7日に市内の小学校に提供した給食にステンレス製のたわしの切れ端とみられる異物が入っていることが、えー、8日分かりました。うん、給食を口に入れた6年生の児童が異物に気づいて吐き出し、怪我はなかったとのことです。うんうん えー、市の教育委員会は同センターや学校ではステルネス製のたわしは使われておらず混入の経緯が分かっていない、うん、食材を調達している業者なども含めて調査中と説明しているとのことです。これはは詳細はうんと、まあ、まさにに新聞に載っている通り で、うん、あの給食センターにあるものではないものですからこの間ねラジオでもちょっと話したけどやっぱ那覇とかでもねうん、うん、あったじゃないですか、うん、でいろんな市町村で実はあるんですけど、うん、この業者からの搬入段階ですでに紛れ込んでしまっていたりするパターンも結構あるんですよだからそれも含めて早めにちょっと調査して原因を調べてほしいなと。 これだから先週話してたらすぐ金曜日に乗ってたんで沖縄市のあれがだからタイムリーだなと思ったんですけどねちょっと多いですね多い諸見里さんもこの辺ねあの会見の時に来たらしいんですが記事によるとそうですねこれでもまあなくすのは難しいっていうそういう 現実的にはね、うん、ゼロは難しいゼロは難しいっていう話ですが結構問題になってもやっぱりこのように出てくるっていうのは、うん、やはり <coughs> 何かしらを変えないといけないんじゃないですかうん,うんそうですね。うん、まあ逆に言うと注目されるようになってから、うん、あ出てきた出てきてる部分もあるかと思うんですよ。うん、まあだからといってねこれを良しとするわけじゃないんだけれども、うんうん、だから。 うん、でも現実的に本当にどこまで調べきれるかっていうのはね、うん、難しいではありますよね。ね、うんうん、まあとはいっても虫とかならまだしも、うん、そういうステンレスとかね危険なものは絶対入れちゃいけませんからね、うんうん、どうすればいいんですかね金属探知機とかも含めて <laughs> やらないといけないのかな。 まあ、ちょっとね、実際にそれで調べることができるのかも含めて、うん、やっぱ検討しないといいけないでしょうねうん、うん、前まこつさんだっけ言ってたのは、もっと予算かけないと難しいんじゃないかっていう、うん、まあ、もちろんこの今、話が出た金属探知機とか、実際にそれでできるかは分からないので、うん、まあできるかね、確認もしないといけないんですけど、うん、やっぱ、まあ、安全についてね、うん、まあもう少し配慮が必要かもしれないですね。ね <laughs> 人掛けたりしたらやっぱり少なくなりますかやっぱそうだと思いますよそれはどうしてもあると思いますよ、うん、あの人員がもっとスタッフがねうん、うん、増えてそういう直担当つけたりとかっていう対応をしたらいいんじゃないかななしであんなにいっぱいあるっていうのもびっくりなんですけどねどうしてもだからどこも あの調べてないからあれですけど、もね、うん、同じぐらいあると思いますけどね。えつりさんメール来てます。こんばんは。政策討論のことでお願いがあります。給食センターでネズミなどが出た場合、出た問題。うん、えー、第二調理場の周辺の悪臭。 えー、倉敷環境のゴミ山の不法投棄問題などいろいろな問題が沖縄市では起きています、えー、池原地区の悪臭の問題は黙認されている現状にあります <laughs> 環境問題に関することの討論をお願いいたしますとのことです池原は、うん、あれ地区産の話ですかねどうですかこの辺コメント結構ガスとついてきたけどいやまあそこはね 役所の方も畜産の他にはいろいろ指導はしてるんですよね。<ー>肥料とかってことですか？と粉とかそういう糞粉<ー>尿でしょうね。うん、そうなんだ。うんうん、これ昔からっちは臭いですよね。はい。そうなんですよね。<laughs> <ー>だから風向きによってはね東南植物楽園なんかがそうそうそう。非常によろしくね。まあれはゴミ山もあるんですけどね。うん,うん。うん。 でも確かにあの辺はもうそろそろ手をつけていかないと、まあ、つけてはいるんだけど、うん、本格的に、うん、入れるいやー <laughs> 話しても聞かないかったりするんだよなそうなんだ、うん、ちょっと検討しますこの悪臭とかの問題で強制力っていうのはあるんですか <laughs> うん どううでしょうね指導とかはもちろん今でもしてはいるんですけど、うん、大執行的に行政がもうやっちゃうとかでしょそう,そうそう。うんやっぱすぐには難しいですよねいろいろ法律上の問題もあるしね、うん、で実際例えば人的被害が出てるとかだったらもちろん早くやらないといけないんですけど、うん、匂いはね うん、判断が難しいところじゃないあ,<ー>あっちの権利もありますからね。さんどうですか、うん、そうでですすかそねやっぱりこの行政として例えばこの糞のね処理の仕方を、うん、まを、あ、逆にこの匂いが、ね、出ないようなやり方で指導するとか、うんまあ、いろいろやり方はあると思うんですけどね。うん,うーんまあこれも 市長選挙でね、うん、しっかりできたら面白いと思います<お>、うん、環境問題に関することの討論をお願いいたしますと来てますよいいですね <laughs> いや私は参戦なんだけど <laughs> はいはいはい、うん、誠さんは <laughs> いいと思いますけど、うん、はい。いいいいですよ <laughs> はい、松井さん、ありがとうございます。うん、えー、もう一つ来てますよ。悪臭防止条例があると思います。県の取り組みなど、畜産関係などで、バイオマスの事業などの取り組みを考えてみるのもいいと思います。うん、うん。はい。なですか、バイオマスって。あのー、なんだっけ。まあ、びせ微微。微生物の力でね、<ー>こういうものを、あのー。 まあ握手を無臭化するとか、いろいろやるんですね。うん。石川とかも取り入れたらいいんじゃないですか。浄水場とかで。石川あれなんだね、臭いの。あ、今売るましたから、わかりません。あ、石川そんな臭い。場所によっては。あ、本当。高速乗って石川行ったら、必ず臭うじゃないですか。ああ、え、あれ浄水場の件。うん。あれも臭いですよね、多分ね。そういうのが多いから。 そんな系の匂いですよなるほど、うん、そうか、うん、これは問題はまだまだあれですねはい残りそうですねはい、うん、なかなか手がつけられないということなのかな、うんえー、大塚健二さん「畜産安定供給もあるし難しいですよね不法投棄はもっと厳しくしてもいいかと思います」うん、っていうことで、うん、はい来てますが、はい、そうですね フォトの話もねこの間ラジオでやったんですけどねあのクラシック環境は今どうなっているんですか話が聞き取り飛ぶ今だから私県になんだっけあれ出して許可申請なんか別のとこに移るとかっていう話も出てますよねなんかありましたね読めたんでしたっけうるま市だようるま市ですねはいはい あそこはじゃあ誰が見るんですかねまた別の業者いやそ,そこは <laughs> その企業じゃないので何ともなるほどえー、さてもう一つの話題まで言っていいですかはいえーっとですねこれは同じく9日の記事ですが、うんえー、警官市民にバカ辺野古抗議警官が注意ということで。 辺野古新基地建設に反対する抗議行動の現場で8日、男性警察官が参加者の女性にバカと発言しました。<laughs> えー、ということですが、うんどうですかこれ？<laughs> そうなんだ。<笑>,笑ってますけど。実際どうなんですかね。本当にあったの？あったんじゃないですか。まああったんでしょうね。まあ新聞に書くぐらいですかね。現形、うん、は本誌の本誌ってこれはタイムスなんですけども、取材に。 えーっとですね適性を変えた発言厳重注意したと説明したとのことですだからやっぱあったんじゃないですかなるほど警察官も大変ですからねあっちの警察官はね大変、うん、それ以上の暴言を吐かれてますからねそうなんですか被動隊もそうだけど、うん、それ以上の発言を言われてるんですかもう非常にね多くあるそうですよう,ーんうん 動画撮って動画 YouTube とかでも上がってますんで見てみたらいいかとうんナヤさん,なんよく行ってるけどいや行きますけどいや警察官に暴言を吐いてるの警察官のみならず基地内の従業員にも吐いてる出入りする人がいるさ、うん、だから大変っていってほ本当にインターネットでいっぱい載ってるよこの隠,し隠し撮りした人が、うんうん、こねて言われてるのとかうんナヤさんは、うん、見たことがない だからまあ結局、この、あのー、あれだよね海兵隊出て行けっていうのを言ってるんでしょなんかうち、まあまあ、身内というか、えー、あの仲間にもいるんですけどあっ,ち、うん、あっちじゃないけど働いてるのが軍関係で、うん、やっぱり全然関係ないアメリカの犬とかううアメリカの犬、うん、この犬こ基地内で働いてる人にね<ー>そういう、えー、こんな仕事して恥ずかしくないのかとかって言われてると。 この警備に対してうんうんちょっとこの警察とかじゃなくて基地内従業員がいっぱいいるさ沖縄県民が多いさね基地から出入りするでしょその時に言われるとあ警官だけじゃなくてってことはい。えだから警察官はもっと言われてるはずだから余計大変だよねって <coughs> そうなんですね。えま、ー、か琉球防衛局さんあるねってきてますよ。これはね、うんえー。ダンプのカーテンも現場にいる警察官の判断って言われたよってきてますがこれどういうことでしょうかうんうんどういう意味かな。まあでもあれじゃない顔隠してるんじゃないダンプカーの運転手が。あ<ー>本当はダメさあね、ね窓にあるカーテン。 この話だといろいろ、うん、だからだけどあっちではいいってなってるんじゃないですか <あー S 1> いいというか顔見られたらまずいいんですかやっぱり覚えられたりしたらね <あー S 1> <laughs> えそんんななに過激なんですかまあいろいろ調べてみたらいいですよインターネットとかで, <laughs> で<ほ>証拠動画とかいっぱい上がってるからう<ー>ん僕も実際何て言うのかな僕がいいって言われたわけではないのでただこれを裏付ける ネット動画とかは、うん、いっぱい出回ってるんで、うんうん、そこは各自でご覧になって判断してくれればいいかとなるほどはいちょっと見てみたいですね、うん、さあ、えー、本日もお, <coughs> お送りしてきました「おかく問わず」ですが、えー、そろそろお時間となってきました、えー、本日は沖縄市長選をメインにお話ししましたが、うん、いろいろやっぱり意見も出てきますねまつりさんのように最後また来てます不法投棄 不法焼却の件も黙認されている現状です。牛が1日に出す糞尿は2 0キロにもなります。これがどう処理されているのかわからないのが現状。保健所や自治体は畜産関係者に対して甘いのが現状です。放置国家ですので行政側が動くことを願いますということ。牛ののうんんこは仕方ないんじゃない <laughs> <laughs> 臭いいじゃ 臭いよ。臭いの。そうなの。でも住んでるとこ、近くにさ。あ、そうか。あれだった、嫌じゃない。きついか。うん。引っ越せばいいんじゃない。本当に。君は。でも。ただ、この畜産関係の人からすると、もともとやってたところに、どんどん、ね。この。お家が近くなってきて。っていう。ところもあるみたいなんでね。 そういうのもあるからなんでいきなりし、ね、牛用語になったるか。ご家、はいえー、ーヤーさん来てます。かく問わず2両候補者をゲスト呼んでって来てますが、それも、えー、今ですね、ねはい、検討しましょう、えー。特別番組をやる方向で調整しておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。えーいね、また <laughs>、えー、レギュラー番組 <laughs> このでもでもすねどんどんその制作についてはいろいろとお伝えしていきたいと思いますので、うん、はい、えー、ぜひ皆さんこの番組ですねチェックしてお願いします判断してくださいえ捕獲とはずお送りしてきましたお相手ははい中園真こと,とはい上条美樹と桑江直哉と FM ことの山内でしたそれでは皆さんまた来週さよならさよなら